ちは、サザンビンズ木曜日始まります。木曜日担当、キョンです。まもなく開始ですね。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、本日7月20日木曜日、サザンブリーズのお時間がやってまいりました。私木曜日担当のキャンがお送りしていきます。ギノワンヒルズ沿いの FM ギノワンの方で普段お届けしていますが、こう天気のいい時、夏になるとですね、このサテライトスタジオトロピカルビーチの方から放送してまいります。ですね、今日暑いんですよね。皆さん熱中症気をつけてください。34度、高温注意報が出ているようですよ。ですね、今から6時まで、そうですね、1時間ほど放送してまいりますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。早速ですが、本日のトークテーマですよね。本日のトークテーマの方なんですが、まもなく学生の皆さん、明日からですかね、夏休みということで、皆さんに夏の思い出を募集したいと思います。はい、トークテーマ、夏の思い出でございます。皆さんメッセージもどしどし、送ってください。メールアドレスの方はですね、797@fmgino1.com、またこちらの放送はですね、FM ギノワンではユーストリームとツイキャスの方で映像と音声を配信していますので、こちらの方でも確認いただいて、ツイキャスの方はですね、コメント入れられますので、こちらの方でもコメントいただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。では、まもなく、オープニングの曲に参りたいと思いますが、皆さん、どうですかね、この夏、似合う曲、どんな曲があるでしょうか。意外とですね、私、DJ とかを結構やってるんですけど、今の最近の曲っていうのは、この夏の曲って多いんですよね。EDM って言われる曲に関しては、結構夏の曲を主体にしてる曲が多くてですね、やはりフェスとかで盛り上がるために、夏の方のメインの曲になることが多いんですが、意外とこの私は古い曲が好きなので、そういった曲をちょっと今日は先にかけていきたいなと思っております。はい、ちょっと自分に気になってますが、さっさと慣れろって感じですよね。1ヶ月近くなりますからね、3週間目ですからね。はい、見つかりました。では、まず最初の曲に参りたいと思います。1曲目は、ビーチボーイズで、サーフィンユーズ。はい、今曲が流れております。シュプリームさん、キャンプこんにちは。そのヘッドホンは自前なの？はい、自前です。僕は個人のヘッドホンを10台ぐらい持ってるので、結構曲の方でダイナミックなものがあるので、毎日ヘッドホン持ってきてないと思いますね。使い慣れたヘッドホンの方がモニターしやすいっていうのもありまして、はい、結構自前で持ってきてます。緊張しますね。準備。
うですかね、まあ、対談されている方結構増えてきてるんですけど、皆さん夏の思い出とか何か思い出のものがあればツイキャスでもメールでも OK しますので、皆さんメッセージの方どうかよろしくお願いします。FM ギノワンのデコボコ大陸君の壊したヘッドホンかというか、あれは赤いヘッドホンですからね。いや、僕が使ってるヘッドホンは一応 DJO なんで、組んだグレーでは簡単には壊れないです。まあ、でも、組まれて壊されたら結構ショックですよね。でも僕は逆に2つに割れたヘッドホン、意外と欲しいなと思ってまして。実は DJ 用のヘッドホンで片耳専用のグリップを持って聴くタイプもあったりするので、そういった曲にするためのヘッドホンみたいな形でちょっと使っても面白いのかなとは思ってます。まもなく曲が終わりますので、ビーチの星の皆さんどうでしたでしょうか。この曲ですね、結構名曲だと思うんですけど、やはりそうですね、このビーチに入る曲だと思いますね。結構大好きで、よく車の中で大音量で流して確かに走ってますね。レアなんですよね、大音量ダメですよね。はい、では、お天気の道路交通情報の方に参りたいと思います。本日すごい晴天ですので、今日の20日、西の風のち南西の風晴れ、波が1メートルとなっております。今からの時間ですね、降水確率の方が 10%、那覇の日中の最高気温が34度となっております。で明日もですね、南西の風、日中西の風、天気の晴れ、波の高さも変わらず1メートル。で明日もですね、朝から、夜にかけて、降水確率 10% となっています。で明日のですね、朝の最低気温の方が29度、日中の方が34度と、大変蒸し暑い夜になる予想になってますので、皆さん、熱中症の人は本当に注意されてください。夜はですね、やはり、冷房嫌いの方もいると思うんですけど、やっぱりここまで暑いと、冷房つけてないとですね、やはり脱水症状とかを起こして大変危険ですので、涼しく過ごされるようにされてくださいね。はい。ですね、本日の、気象台発表の方ではですね、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて晴れています。20日から21日にかけて、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて、おおむね晴れますが、大気の状態が不安定なため、ところによりにわか雨があるでしょう。にわか雨ということは、そうですね、大きな雲が見えたら、急にザーッと降る雨とかっていうのは、沖縄独特でよくあるので、そういったのをかけたら、屋内の方に待機するとかですね、雷が鳴ると大変危険ですので、というのも状況を見ながら皆さんビーチの方で楽しんでいただけたらと思います。沖縄地方の沿岸の海域では多少波がある見込みです。沖縄地方では20日は高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分対策を取ってください。実はですね、日差しに当たるところとやはり日陰に入るっていうのはだいぶ気温差がありますので、実際当たってるとですね、アスファルトとか50度、60度になるように、日差しに当たると体温がすごく上昇しますので、やはり皆さんちょっと暑さにやられてきたなと思ったら、すぐ日陰の方に入って、ちょっと風通りのいいところで涼しくされた方がいいと思います。はい、では次はですね、日本道路交通情報の方から、ただいま日本市内の交通情報を取り回りたいと思います。まず高速道路の方からですね、沖縄自動車道の方の情報から参りたいと思います。ただいま、沖縄自動車道、特に目立った混雑ではないですね。
思うんですが、次は渋滞が見られるようです。皆さん注意して、進めてください。突破はですね、バンキャーの方で、今ちょっと、交差点通過ですので、ちょっと混雑が見えております。近くですね、はい、伊佐の方の、交差点付近、バイパスの方も、どちら八甲線の方も、伊佐交差点か、どうか、混み合い、渋滞の方がちょっと見えております。皆さん、特にですね、気をつけて、運転されてください。はい、では、以上、日本交通情報でした。いいですね。はい。遠くなりましたね。本当ですか？ありがとうございます。いえいえ、まだまだたどたどしいですよ。はい、頑張ってはいますけどね。キュリさんが、なんか夏の思い出投稿してもらったらお願いいたします。そうですね、夏の思い出、僕結構夏男なので、自分自身は結構夏の思い出いっぱいあるんですけど、そうかな。僕ですね、陸上競技をやっていたので、実はですね、中学校3年生から陸上競技短距離走を始めてですね、大学生の人と陸上競技をやっていたんですけど、まさにその間、夏男というか、日差しがある外でずっと走り回るという生活を続けておりました。こんにちは。育ってまいりました。リーチマスヤさん、いつもありがとうございます。今日は夏の思い出を、こっちで渡しておりますので、マスヤさん、いい投稿をお願いいたします。ちょっと話し途中でしたね。はい。僕、実は陸上競技をやっていたので、結構中学校3年生から大学生まで、夏を走っている生活だったと先ほど言ったんですけど、その以前というのが、体育会系の部活にほとんど所属していなくてですね、最初のデビューの時が大変だったんですよ。何が大変かっていうと、見てやっても自分はちょっと今白く見えると思うんですけど、もともと色白で、日にも当たらなくて、そういうような中で生活してたんで、初めて、デビューしたときに、一日中この木の下にいるっていう状態のときにですね、全身、水ぶくれができるぐらいの、日焼けをしてしまいまして、2、3日で皮が全部めくれるっていう気がしました。はい。すごい大変でしたね。初めてそういう経験したんで、それからは、やはり日焼け止めクリームとかを使うようにしたんですけど、なかなか男性で日焼け止めクリームってその当時はあまりこの周りで使ってる友人とかいなかったんで、結構珍しがられてですね、割とこの男なのに日焼け止めっていうようなこう反応をされたんですけど、いや皆さんぜひですね、日焼け止めを使ってください。本当に日差し浴びていいことってほとんどないですから、特に沖縄の日差しって強すぎるので、何もやらない状態で沖縄の外の日差しを浴びるっていうのは大変危険ですよ。僕以上この紫外線浴びてると、1日に浴びる摂取量を超えてしまうっていうデータもあるので、将来ですね、いろいろ心理相関する肌のトラブル、またメラノーマとか悪性腫瘍の原因にもなりますし、目に関してはですね、白内障とか視力とかで出る症状もあるので、ぜひぜひ皆さん、この例の方法とか、肌の方法というのを意識されてほしいなと思うんですよ。
こんにちは。ラジオ放送してますよ。皆さん楽しんでますか？はい、これそうですね。いい日差しですもんね。ありがとうございます。はい。こちらですね、サタデントスタジオ、ビーチの方でお送りしますので、水着の皆さんとですね、声をかかっていただきたいと楽しそうにされているので、素敵ですよ。僕も混ざりたい。混ざってきたい。ちょっとやったって、そうですね、夏の思い出、皆さん募集しますので、これからも皆さん、トークの方、つなげてまいりますので、ぜひぜひ投稿の方お願いいたします。はい、ではちょっと次曲の方に参りましょうかね。はい、では、三代目JSOULBROTHERSで、サマーナフェス。ご覧の皆さん、3回目になりましたけど、まだまだ楽しいですね。ちゃんと滑舌が消えてなくて、これからも頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。熊本バッテン龍神雅也さん、関空の手元のやつは前見せてもらったミクスチャー、自分の夏の思い出は高敷島で泳いで、海蛇に追いかけられたのが思い出かな。ありがとうございます。そうです、そうです。以前お会いした時には多分お見せしてると思うんですけど、ポータブルの DJ コントローラーで、トラブルが少ないので、ちょっとこちら機材を使って音出しをしております。渡嘉敷島で泳いで海蛇に追いかけられた、大変ですね。続きまして、みやちゃん、オンザビーチさん、こんにちは、私です。ありがとうございます。こんにちは。オンザビーチ、今ビーチにいますか？いたらぜひぜひご紹介に顔出してくださいよ。はい、ありがとうございます。皆さん、やはり日差しがですね、だんだん傾いてですね、僕の顔にガンガン刺さってくるんですよ。ツイキャス見てる皆さん、僕の顔がローメンみたいに真っ白になってますよね。そうそう、サンダースかけようかな。暑いです、暑いです。そうですね、目の保護のために自分がそろそろしたらサングラスデビューしたいと思います。どうですか？完全にパリピですよね、このサングラスね。はい。なんか、今すぐ飛び出して、ガンガン音楽かけて、スケートボードでも、ローラーブレードでも、自転車でも、駆け出したい気分になってますよね。まだ曲があるので。そうなんですよ。そういえば、僕の、まだ番組の方がですね、はい、コーナーの方がまだないので、今ちょっとこのトークの方で行きたいんですけど、
だんだん、まあ、コーナーとかも後々は作っていきたいなと思いますし、できれば、まあ、他の方とも一緒に、まあ、お送りしたいなと思っているんですが、まだまだ始めたばかりなので、まあ、こういう形でお届けしていく形でございます。どうか皆さん、長い目で僕が成長していく姿を見守っていただければなと思っています。はい、では、曲も間もなく終わりますので、コメントの方もですね、番組の中で紹介しながら、そうですね、僕いつも大体オークリーのサングラスをかけるんですよね。まさやさん、実はちょっと今回このかけてるサングラスはちょっと安物、別にブランドのものではないです。オークリー大好きなんですけど、ちょっといろいろこれ事情があって急遽必要だったやつだったんで、まあ、結婚式の時に、まあ、ホテルの中の売店で買ったサングラスです。まあ、それなりの値段をしました。クリームさん、キャン君の両親が友達に電話して、マリマリしてるか、コーナーしようってどこか聞いた話だな。
してるみたいな、さすがですね、これ深夜の放送でのやつですよね。いや僕親に聞けないです、はい、うちの親がそれをなんか聞いて意外な返答来たら僕怖いですよね。聞けないです、はい、そうですね、一度お時間のことになるんですので、皆さん今後もですね、夏の思い出に関する、夏の思い出の、メッセージをお待ちしてますので、ぜひぜひ、メッセージどしどし、どしどし、お送りいただいて、ぜひ僕のトークを助けていただけたらと思います。はい、パーソナリティー仕掛けです。助けてください。はい、ありがとうございます。では、一応ですね、時間の時間なので、締めの方に参りたいなと思いますので、はい、そして。では、一度ですね、締めの方に行きたいと思います。では、CM です。まだまだここは楽しいです。シュプリングさん、本当に聞けないんです、僕は。本当僕じゃないんで。僕、実は母子家庭なんです、はい。逆になんか、これで、ね、どうこうって言ったら、すっごい複雑になりますよね。はい、時刻は5時28分を回っております。サザンブリーズのサテライトスタジオからお送りしております。フォアのトロピカルビーチ、サテライトスタジオということで、ビーチの方から今音楽と、僕のフォークをお届けしておりますが、ぜひですね、ビーチにお越しの皆さんも今こちらから放送流れてますのでね、はい、ぜひサテライトスタジオの目の前に遊びに来ていただいて、僕の方に来てみていただけたら大変助かります。どうかよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマは夏の思い出ということで、夏に関することを今皆さんに募集しておりますが、僕先ほども夏男と言いましたが、生まれになるというか5月生まれということで、はい、なんか生まれるんですね、夏が好きとか冬が好きとかよく言われますけど、そんなの関係ないよっても思うかもしれませんが、僕は夏が大好きです。なぜかというと、やはり、先ほども陸上やっているって言われたんですけど、趣味でですね、自転車に乗ったり、スケートボードをしたり、スローラーブレードを今も続けているんですけど、やはり雨が降るとできないものというものが結構多くてですね、趣味の部分で。大きい感じでですね、それが晴れてるとどうしても体がうずうずして動きたくなるんですよ。
だから皆さんもぜひですね、こういった晴れの日にはやはり外に出て楽しんでいただいたらなと思うんですが、やはりこの日差し暑いですよね。気温も34度、沖縄で気温34度っていうのは結構高い方ですよね。周りが海に囲まれているので、実際本土に比べて沖縄気温自体はあまり上がらないんですよ。ただやはり日差しがすごく強いものですから、アスファルトの照り返しがですね、まあ、車よりもっと気温が高くなっていくと思いますから、ぜひ日陰の方に入ってですね、水分補給とかこまめに取られて、まあ、涼しく過ごされたりはしてください。はい、次ですね、終了しますね。次ですね、やはりこれだけ日差しが強いとですね、大変危険なので、まあ、水分って言うんですけど、まあ、実際同時に塩分も摂取しながら水分を取らないとなかなか吸収ができないので、やはりスポーツドリンクだったり何か塩とかですね、はい、飲めて一緒に水を飲む、そういったことも重要になりますので、もちろん海で遊ばれてる皆さんもそうですよ。水の中で遊んでるとついつい忘れがちになるんですけど、プールでしたり、あと海で遊ぶとき周りに水がいっぱいあるので大丈夫だと思ってたら、中の水を飲まなくてもいかないんですから、結構ですね、脱水症状を起こされても気づかない方もいらっしゃいます。で、実際水の中に入っているのは体温が上昇しているっていうのをあまり感じなくてですね、実際海から上がるときにふわっと倒れたり、そういったこともありますので、ぜひこまめにですね、水分を補給して楽しく遊んでいただきたいなと思います。一応皆さん手振ってください。こちらから放送しますよ、売店の方ですよ、サテライトスタジオです。はい、夏の思い出というところですね。皆さんどうでしょうか、何か思い関することとツイキャスが困ってましたからね、パソコンがですね、日差しが強すぎて画面が見えないんです。操作が。シュリムさんのことでいいですね。夏の苦い思い出ですが、去年、西海岸のボービーして2人系のマリンアクティビティをしているときに、お約束で海に流し、乗り物にタイヤ上がるときにストラップが切れて、カメラが海の餌になりました。夏のこれは確かに苦い思いですね。おそらく海で落とされたってことは GoPro ですかね、はい、高いですよね、最後に出るんですよね。潜って取りに行けばね、多分生き残ってるはずなんで大丈夫だとは思うんですけど、ただエビですからね、何年かなのかな、大丈夫か、苦しみでしょうかですかね、残念でございます。今のお話でですね、ちょっと思い出したエピソードがあるんですけど、実は自分は今みたいに規制が厳しくなる前から、実はドローンを持ってて結構遊んで海で撮影したりってことをしてたんですよ。で、自分はちょっと、ま、これで例えば沖縄の海の綺麗な、ま、海中道路とかですね、海の綺麗なところを撮影して YouTube に上げたら再生回数とか伸びるんじゃないかなって、ま、安易に考えて、海中道路、よかったですね、海中道路の方で、撮影をしてたんです。その日は結構風がなんか鳴ってるっていうか、強かったり弱かったり、ちょっと波がある日で、そういう時に使った僕が悪いんですけどね、どうしてもこのふーんと飛ばしてる時に
最初は楽しかったです。でバッテリーが切れてきたんで、あ、ストレート戻さないといけないなって戻そうとしたら、あのその瞬間に強い風が吹いてきて、まっすぐ飛ばしてる時に斜め下にうんって下降し始めたんですね。あのドローンって飛ぶ時にこう斜め前に向くんで、こう前から風を受けると下に向かうんです。それで、この風の抵抗を受けて下に向かったんでやばいやつってコントローラー離したら、ブンってこのハンドルですね、フッて上に上がった勢いでこれがひっくり返って、もろに風の影響を受けてポチャンって海の方にポチャンって海にポチャンしました。泣きました、泣きそうになりましたね。慌てて、出勤前だったんですが、慌てて、洋服のまま海に飛び込んで、うわーってドローンを回収して、で、まあ、時間に余裕を作ってたんでね、家に一度帰って着替えて、ドローンも全部水に浮いてっていうか、バッテリー引っこ抜いて、全部洗って、そうですね、塩水ダメですからね、いくらカイロとかって言っても、まあ、バッテリー引っこ抜けば、水かけても大丈夫なんで、ね、全部の水かけて全部塩を落として、でそこから一生懸命復帰させようとして、1ヶ月ぐらい乾燥させて使ったんですけど、一度は復活したんですけど多分サビでダメだったんでしょうね。モーターの方が不具合にして、まあ、使えなくなりまして、システム自体は来てるんですよ、中の基盤だから、カメラとしては使えるんですけど、モーターの方とかが行かれて、で、いろいろこのパーツがですね、あちこち多分行かれてるだろうと思うと、新品買った方が安いなって思っている間に、まあ、いろいろと、まあ、そうですね、首相関係の方の試験とかいろいろあって、まあ、ドローンの規制がどんどん厳しくなりまして、はい、法律までできたので、今の現行の法律ではなかなかドローンを都市に飛ばすって非常に難しいんですよ。国交省の許可が必要になってくるので、なかなかそういうことができなくなってきたんですけど、そうですね、国交省に申請して、なんか安全な状態 で、飛ばす場所に2、30メーター、ちゃんと人が入らない状態を確保しないといけない上に、人口密集地ではダメっていう法律になっているので、なかなか一般の方がドローンを使うのが難しいんですね。ということで、完全に家の方が眠っているんですが、ケースまで自作で作ったにもかかわらず、全然かかるんです。遊べたの、今、本当に半年から一番よくなって、試合に回せなかったね、半年ぐらいの時間にしかさ、一人で遊ぶことができなかったという、これも確かに人になっている感じですね。僕の友人でも、ちょっと海に落として回収できなかったという友人、僕でもっとひどい状態になったと思いました。シクリームさんからお気に入っていたので新品になりました。え、カメラ新品だったんですか、いいですね。その後シクリームさんからいくらぐらいのドローンなの、去年キャンプ先で黒っぽい人がドローンを飛ばしていてめちゃめちゃ欲しくなったんだよね。そうなんですよ、僕が使ったのはですね、もともとドローンっていう名前で売り出したメーカーさんので、2.0、バージョン 2.0 になっているというのなんですけど、もともとバージョン 2.0 っていうのは、iPhone でしか使えなかったんですよ。で、そのメーカーさんの、曲を、iPhone でしか使えなかった。僕は Android を使っているので、なかなか手が出せなかったんですけど、値段的にはそんなに高くなかったんですよ。今みたいに5、6万、7万、10万とかっていうクオリティのものではなくて、もともと当初出願した時が、おもちゃとしての考えだったんですよ。なんでドローンっていうのが、その時に、面白いってなったかっていうと、ラジコンヘリは自分で全ての上昇下降の上で操作しないといけないんですが、ドローンっていうのはコンピューターとなってますので、ボタン一つでトンと飛び上がって止まる、ホバリングを確認してくれる。なので、操作が非常に簡単なんですね。だから iPhone とかスマホからで操作ができるんですけど、値段的には3万とか、それぐらいで買えました。ただ、付属でこれを、もっと遠くまで出すのに、いろいろ20回とか、いろいろ回ってる
黒毛田は消耗品なので、それをちょっと届く。だから、トータルやっぱり5、6万ぐらいしましたね。結構、だからかけたんですけど、ちょっと動画の作品とか、いろいろ作ってみたかったので、まあ、カメラとして買ったっていうところが大きかったんですが、なかなかこう、思ったよりも早く規制が入ったので、作品作る前に、カメラを買ったっていうのが、まあ、僕のことで、しっかり、ガジェットつまみが、そうなんですよ、僕、ガジェットなんですけど、まあ、2っていうほどかどうかあれなんですけど、まあ、沖縄で結構すごい方がいらっしゃるんですか、Twitter とかで活躍されている方や、ラジオ番組の方もいらっしゃるんですけど、本当、僕は、もともとおもちゃ好きなので、こういうガジェットな電子機器だったり、いろんなものが好きで、まあ、これを作るのも DJ とかの機材、興味持ち出して、いろいろ集めているところなんです。ヘッドホンを先ほど一回持ってますよっていうのを、音楽聴くときに、ヘッドホンによって、低音聞くんだよね、高音が聞くんだよね、明瞭に、解像度高いんだよね、やっぱり分かれるので、この曲的にはこのヘッドホン、この曲的にはこのイヤホンとか、いろいろ分けて、聞き分けすることによって、音楽が、どれの方が合っていくのかなっていうのを探していくっていうことができるようになって、そういうのが、まあ、結構ガジェット好きそうなので、ぜひぜひガジェットのお話もありますので、お聞きいただければと思います。それより時間がどうか、もう17時40分。しばらくの2回目の試合みたいに回りたいと思いますね。はい。一旦では試合みたいに行きたいと思います。それでは一旦終了ね。
から、20名、2回目の14時から20名、各10時から14時からと時間が分かれて20名、20名を募集をしております。で先着120名、予約制となっています。で場所の方がですね、3分は、天満流房1回最上で、参加費の方が1人500円、まあ、こちらの方はですね、LED ライトが付きということで、はい、材料とかありますので、参加対象が小学生以上ということで、夏の思い出になる、あ、これそうですね、夏の思い出になる素敵な工作の、イベントになりますので、皆さん、ぜひですね、夏の思い出に、学生の皆さん参加されてはいかがでしょうか。はい、予約お問い合わせ先が株式会社 TNO 天満、サンティーマ2階、管理事務所、見逃し天満2-14-1、お電話番号が0988961-20となっております。平日はですね、10時、午前中10時から、夕方5時まで受け付けをしております。はい、皆さんよろしくお願いいたします。それから中村
禁止になるぐらいの、まあでも、まあ、重く切ったとかそういうのではないんですけどね、まあ、ちょっと足から手を指をしたっていう手術で、運動を制限されたんですよ。で、運動を制限されると、で、まあ、足も手も手術してるんで、やることがなくてですね、手も遊べない。で、手も手術してるんで、ゲームもできない。で、やることって言ったら勉強だけだったんですね。で、この勉強をやるって言っても、夏休みの宿題って皆さん、やはり夏休みの間は量が多いと思うじゃないですか。暇だって思ってやると、1週間も持たないんですよ。もう全部終わっちゃうんですよ、簡単に。で、それで、あまりにも夏休みは暇で暇で、寝てるだけしかできないんですけど、そんなつまんない夏休みを初めて経験して、そしたら、僕は兄弟がいるんですけど、まあ、1個下の妹と、2つ下の弟がいるんですけど、兄弟は全然感覚がするんだと思い、目の前でゲームして、テレビゲームをしたりするんですね。で、だんだん、最初は我慢してたんですけど、それが、もう、イライラが強くて、僕も混ざりたいな、思うようになってですね、このゲームに混ざって、まあ、当時、任天堂64というゲームで、ダイヤモンドスマッシュブラザーズっていうのが流行ったんですよ、格闘ゲーム。で、このダイヤモンドスマッシュブラザーズ、結構、操作が簡単なんで、僕は左手使えない状態で、じゃあどうしようかって言ったら、片手でやったんです。で、3D スティックとかがついているようなゲームコントローラーを、果たして片手でできるのかって思ってたんですけど、意外と、片手で工夫するとできたので、その時に僕は思ったんですね。結構困難なことに、なんか挑戦していくのってすごく楽しいな。なんか一つ一つクリアしながら、で、なおかつ楽しいと同じようにする。すごい楽しいこと。そういう性格のもとから、陸上競技とかも結構、もともと最初はですね、やはり足も強くしてるんで、難しいなろうとは言われてたんですけど、そういったものを、なんか、自分の中で消化して、これ逆にできたらかっこいいんじゃないかなって、自分で勝手に思うようになって、で、まあ、そういう困難とかに挑戦するっていうのが好きになりました。で、やはり今もですね、こうやって、初めてのラジオとかっていうのを挑戦しているのも、やはり自分がやってなかったとかでいつでも挑戦できるっていう楽しみを知っているので、やはり皆さんにただただしくご迷惑をおかけするんですが、やはりこういったものを通して自分の腹をどんどん広げていけるっていう仕事って今しかできないので、どんどんですね、いろんな方から吸収して、また僕の方からも発信してっていうのが、これからも続いていけばいいなぁと思っています。ちょうどこんな感じで、僕のトーク、大丈夫ですか？まずね、キャンプに行くことですよ。自分のこと少しは分かっていただきたい。ですから、ゆっくりシュプリームさんとお酒を飲み交わしながら、ゆっくり話していきたいなと思いますけど、お時間の方がですね、53分。まもなく終了時間に近くなっておりますので、そうですね、もう53分、20秒、30分、あと4分ぐらいですね。ここで、チクリオさん、マサヤさんと、3人で飲みました。ありがとうございます。本当にいいですよ。酒酌み交わしですね、僕大好きなんですよ、実は。ビールも、ウイスキーも。最近経験があったんですよね、ちょっと余裕があって。でも、お酒自体大好きで、いろんなお話できると思います。ありがとうございます。で、さて、終わりの時間が続いてまいりましたので、今後、この後ですね、18時ですね、夕方6時の方からは、U ミュージック、そうですね、U ミュージック、今月から始まった番組の方が、始まります。いい選曲なので、そちらの方も聴いていただければと思います。で、私の方からまた、今日のアプリを借りておきたいと思いますので、そちらの方も楽しんでいただければと思います。実はこの今日のアプリを借りておくと、僕大好きなんですよ。いつもこの世界に旅したお話を聞けるっていう、すごい、素敵な番組なんですけど、
その美幸さんに言いながら、僕がもう一番の視聴者で、あの、僕がやったから、この世界を旅したお話を聞きながら、もういつも、そうかしらに。そういった番組がありますので、また今後、今日の面白い番組に行きたいと思います。ぜひ、この後の、ゲームズの放送の方、楽しみにいただければと思います。はい、では、どうもとも、許しません。いいですね。3人で飲みましょうということで、そうですね。じゃあ、お会いして、飲める機会があったらと思っております。そして、プリフルさんも、早く実現したいですね。そうですね、実現したいですね。僕も、ぜひ、これを期待しております。もう一度、はい、本日の放送はですね、7月20日、今日のザ・ブリーズもこれまでとなっております。皆さんどうもありがとうございました。今日もたくさんのメールリクエストありがとうございました。今日のお相手は私、キャンがお送りしました。では皆さん、また明日、また他のパーソナリティさんがお届けする番組になってますので、日替わりでパーソナリティがお届けするこのザ・ブリーズをよろしくお願いいたします。では皆さん、さようなら。ツイキャスの方、皆さんありがとうございました。友人の生産、関係のお客様でした。主人さんのお客様でした。また来週ということで、ありがとうございます。これからも頑張ってまいりますので、皆さんどうか、長らく応援の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。終了いたします。